金のナンバーゴザフィギュアコインゴールド aka アイソーザフィギュアコインゴールドチャールズ・デムス、インセンス・オブ、エーニュー・チャーチチャールズ・デムス、ターキッシュ・バス・ウィズ・セルフ・ポートレートチャールズ・デムスは、アメリカのプレシジョニズム画家。デムース、ディーマス、デューマスという表記もある。デムスは、ペンシルベニア州ランカスターで生まれ、フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで絵を学んだ。学生だった頃、下宿屋で、 ウィリアム・カルロス・ウィリアムズと出会った。二人はたちまち友人になり、それは終生変わらなかった。その後、パリに行き、アカデミー・コラロッシュとアカデミー・ジュリアンで勉強を続けた。この地で彼は、前衛美術の世界に足を踏み入れた。パリの芸術家のコミュニティは、デムスが同性愛であることを受け入れた。パリ留学中、マースデン・ハートレイと知り合いになった。そのハートレを通じて、 アルフレッド・スティーグリッツとも知り合い、デムスはそのグループのメンバーになった。1926年、彼はニューヨークのアンダーソン・ガローとスティーグリッツの経営するインティメット・ガローで個展を開いた。彼の絵で最も有名なものといえば、やはり、金のナンバーゴ,ザゴ,ゴーー・ザ・フィギュア・コイン・ゴールド aka 愛想・ザ・フィギュア・コイン・ゴールドだろう。友人のウィリアム・カルロス・ウィリアムズの死、 ザ・グレート・フィギュアからインスピレーションを得たものだ。クリエイティブな友人たちのポスター・ポートレートの1枚で、全部で9枚あり、他の人々は、ジョージア・オキーフ、アーサー・ダブ、チャールズ・ダンカン、マース・レーン、ハートレイ、ジョン・マリンといった画家、ガートルード・スタイン、友人・オニール、ウォレス・スティーブンスといった作家たちだった。2007年に、アモン・カーター・ミュージアムで開かれた彼の後期。 ランカスター絵画解古店の展覧会目録によると、デムスの遺言で、彼の絵の多くはオキーフに委ねられたという。その絵を受け取った、美術館がデムスをプレシジョニズム派の主要画家として、固定評価しかねないというオキーフの戦略的な判断であった。デムスは4歳の時、怪我をしたが、伝部に、小児麻痺あるいは、結核菌の感染を起こしたようで、そのため彼は足を引きずって歩き、 杖を必要とした。また後には糖尿病も患ずらい、アメリカで最初にインスリン治療を受けた一人となった。人生のほとんどの期間が病弱で、最後は糖尿病の合併症でランカスター軍で亡くなった。51歳だった。デムスはパートナーを探すため、公衆浴場を利用した。1918年に描かれた同性愛的な自画像の背景もトルコ風呂である。 ヒストリー・オブ291リトゥンバイザーユーエス・ナショナル・ギャラリー・オブ・アートハット・ミラーニールアウト・オブ・ザ・パストゲイ・アンド・レズビアン・ヒストリー・フロム1869スー・ザ・プレゼントヴィンテージピアニッシモピー143 ISBN 0から09から957691から0ありがとうございます